ああ、天気、今思い浮かんだ言葉言って。何でもいい。今思い浮かんだ。笑顔、はい。笑顔にじゃあついて喋ろう。笑顔っていうのは、天気はどういう時生まれる？嬉しい時、楽しい時。嬉しい時、楽しい時。じゃあ、笑顔の反対語？笑顔じゃない。笑顔じゃない。その、まあまあ、俺やったら怒ってる人の顔みたいな感じかな。じゃあ、笑顔の人と怒ってる人の違いって何？ハッピーかハッピーじゃないか。そう、それは何で分かれんの？要は笑顔の人と怒ってる人がいるわけよ。いいことがあるか悪いことがあるか。ああ、いいことがあったらその人は笑顔、うん、悪いことがあったら、うん、怒ってる、うん、学校にいるみんなは笑顔の人が多い、それともあの怒ってる人が多い？怒ってる人じゃん。いや、笑顔の人もおるけど、どっちかっつって怒ってる人。先生とかに怒ったり、うん、授業もないしとか。先生も怒んの？先生はどっちが多い？平均的にどっちが多い？怒ってる人。やばいな。ってことは、怒ってる人と笑顔の違いは、うまくいってない人も多いってこと？そう。あー、これは真理やな、うん、家族は？家族は笑顔の方が多い、うん、あー、そっちが多いな。違う家族もおる。あ、天気は見て、うん、怒った家族とかおる。おる、うん、それはなんでなんやったっけ？うまくいってない。うまくいってないから編集しとったんやけど、うん、うまくいってると人と言ってへん人がいるわけやん。どうやったらうまくいく？それだけ聞かせて。自分のやりたいことをする。おお。